皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤彩です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。9月最後のポッドキャストとなりました。2022年も終わりがやってくる雰囲気が漂ってきましたね。思ったような1年をお送りできていますでしょうか？私は今年の終わりまでにやろうと宣言している大きなプロジェクトがあります。いえいえ、シリーズ4冊目の話ではありません。それは今年の頭からもう動き出しているので、宣言どころではなく、多くの人が携わっているので、今更止めることはできません。まだ発表はできないというか、発表に至るまでの詳細が決まっていないことなのですが、勉強熱心だけど忙しいバレエ教師のサポートをすることで、その人たちの生徒さんたちを間接的にサポートしていくことができると思っているプロジェクトがあります。これらの情報発表を今後楽しみにしていてくださいね。さて、今日はその話ではなくって、解剖学バレエレッスンの中からいくつかの Q&A を抜粋してお送りしていきます。ポッドキャストで今月お話しした Q&A だけでなく、もっと数多くの質疑応答も載っているし、30個を超えるダンサー用エクササイズも写真付きで紹介されているので、まだ手に入れていない方はどうぞこの本もチェックしてみてください。すでに読んでいる方は Amazon でレビューを残してもらえませんか？ DLS では当たり前だけど、まだまだバレエ解剖学やエクササイズがダンサーに安全に上達させてくれる情報だということを知らない人たちがたくさんいます。出版業界にこのような本の需要があるということを伝え、栄養や摂食障害の専門家でない人が監修しているダイエット本や、プロのバレエダンサーとして長くキャリアを積むために必要な強さではなく、コンクールで点数になる部分だけに注目しているエクササイズを消すことができないとしても、同じ土俵に情報を乗せ、消費者に選択肢があることを伝えること、そしてダンサーの安全を第一に考えることが普通で当たり前で、スタジオ全てで重きを置かれるべき情報だと認知されるバレエ界を一緒に作っていきましょう。では本に載っている Q&A のセクションをお送りします。質問。ポーデブラが硬くなってしまいます。回答。ポーデブラが硬くなってしまう大きな原因は、肩関節と胴体をつなげる筋肉、つまり体幹、胴体の部分にある筋肉の弱さにあります。胴体の弱さをカバーするために、腕でバランスを取ろうとして肘が突っ張ってしまったり、手首が曲がってしまったりして動きが硬くなってしまうのです。柔らかく使う意識はもちろん大切ですが、一見ポーデブラにつながらないような体幹や肩甲骨周りの筋肉を鍛えることも大切。腕だけでポーデブラをしようとせず、木の幹のように体の中心を強く保つと腕が柔らかく使えるようになりますよ。質問。繰り返し十手するとき、毎回しっかり5番ポジションに戻してこられません。回答。これはおそらく十手を繰り返している間に骨盤が落ちていってしまい、上半身が軸足に座り込んで胴足が戻ってくるスペースがなくなってしまっているからです。骨盤が落ちるイコール骨盤と床との距離が近くなるということですから、胴足を5番ポジションに戻すためには膝を曲げるか、もしくは中途半端な5番ポジションに戻ってくるしかありません。大切なのは上半身を引き上げ続けて骨盤を正しい位置にキープし続けること。それができてこそ、その下にある足を自由に動かすことができます。上半身と骨盤をキープしたまま、まずはゆっくりと、そして少しずつテンポを上げて10手を繰り返してみるといいと思います。質問。ジャンプ力をつけるにはどうしたらいいですか？回答。バレエのジャンプというのは、すごく簡単に言うとプリエとタンジュの組み合わせです。プリエにプラスしてつま先が床をスライドする動き、タンジュを地面の方向に行うと、それがジャンプです。つまりバーレッスンで自分のできる限りの力を尽くしてプリエやタンジュを練習していれば、自然にジャンプ力はついてくるということです。そもそも正式名称であるグランバットマンタンジュのバットマンは打つ、タンジュは張るという意味のフランス語ですから、打つように力強く、糸を張るようにピンとタンジュをするのが正しいタンジュなのです。この力強くピンというタンジュをイメージしてバーレッスンするだけでもジャンプ力アップにつながります。質問。スプリッツはできるのにグランパロシャで180度足を開けません。回答。スプリッツは床で行いますから、自分の力で開けているわけではありません。あくまでも受動的なストレッチで、
床がサポートしてくれた状態での股関節の可動域ということなんです。ですから、スプリッツやリンバリングなどで180度開けたからといって、自分の筋肉の力だけで180度開けるかは別の話。グランパド社で必要なのは、グランバットマンのように強く素早く足を上げる動き、素早いデベロッペの動き、そして空中で両足を広げるだけのジャンプ力の3つです。これらすべては正しいレッスンを行っていればカバーできることですから、シャープな動きで素早く足を動かすための筋力がつけられるようにレッスンに励んでください。いかがでしたか？連載中は文字数の制限がすごかったのと、クララ世代、つまり小学生たちでもわかる言葉や内容ということですごく悩みました。先週のポッドキャストのように、一つの質問で社会的情勢やバレエ界の考え方など話を膨らませることができちゃうじゃないですか。でもそうではなく、すべての情報をドバッと落とすではなくて、必要な情報をかいつまんでお渡しするという考え方が大切なんですよね。そして彼らがもっと深く知りたいなと思った時、他の先生方やもしかしたら DLS のセミナーで聞いてもらえたらいいだけですから。解剖学やエクササイズを学んだ後の指導者の皆さんは、学んだことをすべて伝えたくなっちゃうんですよね。そして説明が長くなってしまい、肝心の踊ること、動くことができない。 DLS 公認スタンスインストラクターコースでもその部分をしっかりと見てきました。知識は大切、正しい情報は上達の早道だけど、踊らないとバレエは上達しないし、体を動かさないと強くなりません。勉強はしているけど、いまいちレッスンで使えないとか、本を読んでるけど、レッスンで違いが見えないという人は、DS のボリコンサークルやエクスプレスを使って、実際に動く方の時間を取ってあげてくださいね。今月お話ししてきた解剖学バレエレッスンの本のエクササイズや、応用バージョンもたくさん出てくるので、より深く理解ができるようになると思います。ということで、今月は8月1日、DLS の9周年に発表された私の最新作をテーマに、エクササイズから、バレエ界から、人種までと様々なことをお話ししてきました。10月はまた別のテーマでお話ししていきますので、お楽しみに。ではまた金曜日にお話しいたしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。